1982年、アメリカ、カリフォルニア州、ロサンゼルス。ラリー・ウォルターズ、33歳は、テレビ局の運転手として働いていました。13歳の時、彼は気球の存在を知り、空に憧れを抱きます。そして、軍のパイロットを夢見て志願したものの、視力が悪かったため、断念せざるを得ませんでした。しかし、彼はなおも空への思いを捨てきれず、こう決意したのです。そうだ、風船で空を飛ぼう。どうもこんにちは、ルンです。今回は風船で空を飛んだらどうなるのかについてお送りいたします。他にもどうなるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。ではテイクオフ。ねたざんまいネタ三昧。まずラリーは飛行プランを立てました。飛行コースはサンペドロから北へ向かい、モハーベ砂漠までの約193キロです。次に彼は恋人のキャロルと一緒に必要となる物資を購入。気象観測用の風船42個、ヘリウムタンク55本、椅子、無線、BB ガンの総額約44万円。さらに墜落した時のためにパラシュートも購入するという徹底ぶり。そして飛行前日、彼らは直径 2.4 メートルに及ぶゴム気球を一つずつ膨らませました。その光景は目につき、警察官が職務質問をしたのですが、ラリーはテレビ番組で使うっすと偽装書類を見せてごまかしたのです。このようにあなたが行う場合は準備は抜かりなく整えましょう。決行。1982年7月2日、計画実行の日です。風船はロープで椅子につながれており、全長154メートルにも及びました。ラリーは高度計やコンパス、カメラ、BB ガン、地図、救急セットを準備。そしておやつとしてサンドイッチとコーラも詰め込みました。準備が完了し、椅子に座って待機していると、突然強風が吹き、彼は空へ上昇。その速さは凄まじく、1分以内に152メートル上昇し、2分以内に381メートル、そして10分以内に3048メートルにまで達したのです。高度が上がるにつれ、港町や海岸線、太平洋がラリーの目に入ってきました。そして、彼のすぐそばを飛ぶヘリコプターも。たとえきちんと準備をしたとしても予測不能なことが起こるというわけですね。飛行中。さて、4572メートルまで到達したラリーはどこまで上がるんだと不安になりました。さらに高山病や低気温も彼に襲い始めます。彼はめまいに襲われ、思考にも影響を及ぼし始めました。高度5029メートルの平均的な気温はマイナス15度。彼は寒さに震える一方で、地上よりも太陽に近いため日焼けにも悩まされます。しかしこれよりも危険なのは商業用の飛行エリアを飛んでいるということ。何しろ近くにはロサンゼルス国際空港があります。事実、数便の旅客機パイロットによりラリーの姿が目撃されていました。さすがにヤバいと感じたラリーは BB ガンで風船を割って降りようとします。しかし強風により BB ガンを落としてしまったのです。このように風船飛行は高度や気温、強風にも気をつけなくてはなりません。降下。しかし幸運なことに風船のヘリウムが漏れ、高度がどんどん下がり始めました。地上に近づいているのを感じたラリーはとあることを心配し始めます。頼むから広い場所に落ちろよ、電線に引っかかるなよ。しかし風船はこれを振りだと捉え、彼は電線に引っかかってしまいます。幸いにも彼が使ったのはゴム製のロープであり、感電は免れました。結局彼の風船飛行は高度約 4.8 キロ、距離は隣町までの約16キロでした。着陸地点はどうしようもならないので、実行は気をつけるべきでしょう。そして、
無事に着陸したラリーは待っていた警察に逮捕されました。マスコミになぜこんなことをしたのかと聞かれたラリーはこう答えました。誰だって座ってるだけじゃ退屈だろ。その後ラリーは釈放されたものの、航空局から約42万円の罰金が言い渡されます。何しろあのまま上昇し続けていれば高度1万5240メートルまで達していたからです。もしそうなれば彼は人間アイスクリームになっていたでしょう。しかし彼は控訴し、最終的に罰金は約16万円となったのでした。あなたがやる場合も刑罰を軽く済ませるテクニックを身につけましょう。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。